よかったという方どれくらいいらっしゃいますか。ほらなんかでもちょっと少ない。そうで、いやいや、あのピックいっぱい持ってきたから。あありがとうございます。すごいなんか大阪の方のアメちゃんみたいな感じで。改めて大きな拍手お願いします。あおー福山さんお願いします。はい、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。いやもうたくさん来ていただいてもう嬉しいです。今日はもう朝から、舞台挨拶やって、新宿で3つ、それとあんまり3つって言わない、まあ、まあ3館で3館います、ありまして、で日本橋で今ね、日本橋でやって、そして今5回目ですか。そうですね、丸の内も。もうすべて、ありがとうございます。もうすべてですね、もう超満員でございまして、ありがとうございます、ありがとうございます。2日前にね、総口さんとね、あそうですね、近藤総口さんと実はあの2日前の新宿の方にある、はい、映画館に行きまして、ね、見に行きましたよね。僕らも見に行ってきました。ありがとうございます。意外に気づかれないもんだなと思って。うん、そしてですね、スカスカでした。いやいやいや、平日 の、 あの夕方なんで、いやスカスカじゃ、絶対スカスカではなかった。いましたよお客様。いたからねお客様。ほらでも心配してるから柊木さんがそんなこと言うから急に。ごめん、いた監督がそんなこと言うと。ほとんど自社買いで買ってましたね。違いますよ、アミューズ以外のお客様いましたよちゃんとね。でも今日はたくさん入っていて安心しました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では柊木さんもお願いします。こんにちは、柊木ひなたです。今日は少し緊張していますが、最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ね、あの先ほどまであの4回やってきたって、そこは福山さんお一人であのずっとベラしゃべりされてましたけれども、今回はちょっとフレッシュな柊木さんもお迎えしてということで、そう皆さんほらご覧になった後だから、ね、柊木さんがね登場される意味ももちろん分かっていらっしゃるということで。そうです ね、 ね、はい、こちらの上映館はドルビー、あ 5.1 チャンネルしよう、 5.1チャンネルしようです、いかがでした。そのつまり何が聞きたいかというと、まあ、先に 見ました、先に見ましたという方、先行上映で、先行上映でも見たという方、先行上映でご覧になったと、 ありがとうございます、まあ、今日初めて見たという方もまあいらっしゃると、あのいかがでしたか、まあ、要は聞きたいのは、見る前に想像してたものと違ったっていう方ってどれくらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね、やっぱね。まあ、想像通りだったなという方が、あとはいやまずいやさ、そう言い方で、まあ、それはスカスカになりましたね。いやいや、待って待って、柊木さんも困ってるからそんなこと言うと、ほら入ってたから、ね、大丈夫でしょう、ほら、違っててほしいんです。あ、違っててほしいんですよね。欲しいんです、違うように作ったんです。あの実際にライブをご覧になった、あ武道館行かれたという方はどれぐらいしますか。ありがとうございます。すぐたくさんいらっしゃる。武道館もいいけど、また違っててよかったでしょ。ね、もう違ってるように作ったんです。もうこれも映像から音から、あの実際のライブでは見えない聞こえない、でも僕の中ではこういう風に見えててほしい、聞こえててほしいという、僕の脳内の理想の音、理想の映像演出を詰め込みました。なので、武道館のライブは武道館のライブでいいんだけども、まあ、この映画は映画でしか味わえない作品になっててほしいと、そういう思いで作りました。うね、もう一回聞いてみましょうかね。あ、そうですね、僕の聞き方が悪かったかな。だからあれなんか違ってるって、あげていいのかなと思ってたから、はい、思ってたよりも良かったという方どれくらいいらっしゃいますか。ほらなんかでもちょっと少ない。そうで、いやいや大丈夫だからね。ちゃんと見てくれてる。いやいやね、だからほらあのいわゆる柊木さんパートもちゃんとあってそうなったんですよね。映画だもんだって、それ福山さんの中でどういう感じでこう柊木さん、普通ねライブフィルムっていうとライブだけ映したりとかすることもあるわけですけど、最初にですね、はい、僕がそのこのライブフィルムのお話をいただいた時に、ライブを映画にするっていうことに対しては非常に消極的でした。というかあのなんでやるのぐらいの感じでした、スタート地点として。でライブはライブが目的なんで、そこに来ていただいて僕らも生演奏して、それがもう
完成到達点ピークであるというふうに思ってたんで、それをわざわざライブで、映画にして映画館で見てもらうことにどういう意味があるんだっていうところから始まったんですね。だけどまあとにかく撮らせてくださいと、まあ、撮るだけ撮って最終的にやっぱりやめたってなってもいいんで撮らせてくださいっていうふうな熱意を持って、おっしゃってくださったので、分かりましたと、じゃあ撮りましょうということで撮って、で、ヒレ君のパートはそうは言いながらも映画にするんだったら、まあ、こういう立て付け物語があった方がいいなと、映画なのでやっぱり物語があって初めて映画だなと思ったんで、その物語の部分も担ってほしいと思って、出演していただきました。でその物語というのは、映像的なまず表現で考えたのが、ワンキャメでワンロールである一人の少年が武道館に入っていって客席に座って、そこからその少年の頭の中でステージ、どんなステージかなと、こういうステージなんだろうなきっと、でメンバーが出てきたらこういうことになってこんな風に始まってっていう、その少年の脳内をまずオープニングで表現したかった。でその少年は誰がいいかってなった時に、それはかつての僕が初めてライブを見に行った時の感覚、そして、音楽に憧れてた、まだ当然プロになる前の10代の頃の少年福山っていう人間が、その少年が、今、まあ、54ですけどものステージを見に行く、会いに行くっていう、そういう時空を超えた音楽ならではの時空を超えた表現ができないかなというふうに思って、平井君に、まあ、私の少年役をですね、少年時代役をやっていただきたい。でこれはなぜそうなったかというと、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ドラマラストマンで南博美役をやらせていただいた時の、はい、僕のその南博美の少年時代が平井君だったんで、そこからこう地続きで、はい、そういう、はい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 、流れになりましたというか、まあまあ平木君以外はもう考えられない。あ、ちょっと、まあ、平木君聞いた今、ちょちょちょどうどう、すごく嬉しいです。ありがとうございます正直そのオファー来た時どう思ったんですか、こういうねライブフィルムで、まあ、福山さんの少年時代を演じるんだよっていう、そういうオファー来てるよって聞いた時は、急にスケジュールのところに福山さんって入って、福山さんって入るんですか、いや福山役だもん。あ、そうか南博美じゃないもん。そうか、福山さんって書いてあって、そうあれすごくびっくり したんですけど、なんかこう福山さんご本人からこう声をかけていただいたっていうのがまたもうさらにびっくりしましたし、すごく嬉しかったです、はい、音楽が好きなんですよ、てか音楽やってるんですよ。あ、ギターとか弾ちょっとだけギターも弾くし、あとピアノも一緒にやったんだよね、はい、ラストマンの最後に最後のシーンのあたりかな撮ってて、で平井君も練習したんでしょ、カノンをね、はい、そうです。もともとピアノはやってたの？あ、やってないです。あ、じゃあ時ドラマの時にちょこっと練習し て全然弾けちゃうわけ、あカノン、はいはい、で連弾したわけ、はいはい、僕が時僕コード弾いたんだよね、はい、でヒヤ君メロディー弾いたんだよね、はい、カノンの、うんうん、それドラマのシーンじゃないんだけども、はい、休憩中っていうか合間に一緒にやったのよ、はい、じゃあもうすでにもう一緒にもうセッションしてるの？セッションしてるのよ。だって今の福山さんの曲弾いたりとかギターで弾いたりしてましたよ ね、 なんかね。そうです。あれどういうこと、あれなんですか、あれは福山さんからピックをもらって、そのあ、そうなんです、ピックいただいて大切に使ってます。少年っていう曲を弾いてくれてて、その動画をさっき福山さんずっと見てましたよね。だから今日もね、ピックいっぱい持ってきたから。あありがとうございます。すごい、なんか大阪の方のアメちゃんみたいな感じでピック入ってるんですか、いつもそういうところに。2枚だとね、なんかもったいなくて使えないから今日6枚持ってきた。すごい、ありがとうございます。黒と白、はい、これこの年末やったやつも。あ、年末実際使ったやつも。使ったやつ。おお。足りなくなったらまた言ってください。ありがとうございます。はい、差し上げますんで。これめちゃくちゃ嬉しいですね。